トロピカルストームアルファは2005年に大西洋で発生し22番目に名称が付けられた熱帯性暴風である。アルファは10月にイスパニョーラ島に上陸し確認されているだけでドミニカ共和国とハイチを中心に43名の犠牲者を出した。このシーズンにおいて6番目に多くの死者を出した熱帯低気圧である。アルファの経路10月半ばに アフリカ大陸付近から生じたトロピカルウェーブは10月19日にはウィンドワード諸島に到達、そして22日にプエルトリコのサンフアンの80マイルほど南西でトロピカルデプレッションと呼ばれる強さとなった。その後、近くに存在したハリケーンウィルマからの乱気流があったにもかかわらず、西北西に移動しながら勢力を強めトロピカルストームの強さにまで成長した。 23日の朝には、アルファは、ドミニカ共和国のバラオーナ付近に上陸。その後、ハイチを通過した。イスパニョーラ島の険しい山地を通過したため、アルファは、トロピカルデプレッションの強さにまで勢力を弱めた。そして、10月24日の午後にはアルファは、気圧の谷に変化した。その後、すぐにハリケーンウィルマに取り込まれた。アルファによって、 43名の犠牲者が出た。ポルトープランスの付近の川が氾濫し、17人が死亡した。また、23人が行方不明になり、そのうち16人の死亡が確認された。ハイチでは、計33名が死亡した。これは、恐れられていた被害よりも少ないものである。ハイチでは、ひどい森林破壊や警報システムの不備があるため、 ハリケーンが直撃すると2004年のハリケーン寺院の時のように多数の死者が出ることが多い。また、23棟が流され、少なくとも400棟が被害を受けた。ドミニカ共和国では洪水の危険性があった地域で少なくとも3万人に避難が命じられた。ドミニカ共和国では9人が死亡した。この中には、海で行方不明になった2人の漁師と、 増水した水に流された14歳の少年が含まれる。2005年は大西洋ハリケーンに関する様々な記録が生まれたが、アルファもその一つである。この熱帯低気圧の名称にはギリシア文字のアルファが使用された。これはハリケーンウィルマで21の名称を使い果たしてしまったからである。アルファという名称が大西洋で発生した。 トロピカルストームに使用されたのは2005年が初めてであり、名称を使い果たしたためにギリシア文字が使用されたのも2005年のアルファが初めてである。アルファは2005年に発生した22番目の熱帯性暴風である。これで1933年シーズンの21個を抜き、2005年が1シーズンで最も多くの熱帯性暴風が発生した年となった。なお、 2005年はその後も熱帯性暴風が発生し、最終的にゼータまでギリシア文字が使用された。ありがとうございます。